こんにちは、中丸です。本日はですね、ドリームボーイズちょっと見たいと思います。帝国劇場でやってますね。多分もう東京公演は多分1ヶ月ぐらいやってると思うんですけど、今日がなんとね千秋楽ということで、ちょっとそんな特別な日にねちょっとお邪魔したいと思います。席にね到着したんですけども、あの普通の席じゃなくて、そのなんて言ったらいいかな、その関係者さんが見るようなあの部屋があるんですけど、今日はそこでちょっとね感激したいと思います。菊池とねあとジュリカがどういった感じになるのか、まあ、個人的にもちょっと思い入れのある作品なんでね、昔ちょっと参加したこともあるようなね作品なんで、まあ、どんな感じになってんのかなと。あと演出なんかもキンキーツのね堂本光一くんがやってると思うんですけども、その辺なんかもねちょっと見どころのね一つですよね、どういった演出なのか。というわけでちょっと、楽しく拝見したいと思います。ルーマ、訳を言ってくれ。お前の方が優勢だったのになぜリングを降りた。俺は試合を放棄した。お疲れ様でした。今ですね、幕開いですね。一幕終わりましたね。いや面白かった。久しぶりに見ましたね。なんか菊池の楽屋来てます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。どうです。いやまさか来てくれるとは思って、でも出演もしてくださって。してないでしょ。え出てましたね先週。あれでしょ、いじりでしょ。いじりじゃないですよ、出演です。あれだからそれについていろいろちょっと話そうよ。ちょっとこれ注文します。これが分かんないんですけど、鏡になっちゃうの。こうちょっと明るくします。もうちょっと明るくしよう。回ってる。ありがとうございました。ありがとうございました。いやよかったよかった。いやありがとうございます。本当に来てくださるなんて思ってなかった正直。嘘つけ。いや正直俺マネージャーに確認しました。本当に来る、来てくれる。俺も思った、本当に来るの。いや、そんなことよりよ。え、どうすか。いや、なんか懐かしいなって感じだった、俺は。まあ、その昔からの曲とかも使ってるじゃん。まあ、そうっすね。何年前っすか、中丸君出てたのって。芸劇100周年の時。そう、座って僕は、あの9年前に中丸君とご一緒させていただいたんで。そうだ、その時出てたの。18歳、17歳ぐらいだったの、9年前。そういうことだわ。あ、じゃあ30歳ぐらいの時はまだドリブルやってたんですか。そういうことだね。結構年齢層高かったんですね。それが最後。ベース変わってないんだね、やっぱね。変わってないです、変わってないです。どうですか、お二人が今こう1ヶ月もう、これもだって日本が誇る帝国劇場ですよ。そうっすね。帝国劇場でこんなステージの真ん中に立てるのはもう数えるほどですよ。どんな気持ち。何キャラで通そうとしてどんな気持ち。いやでも感慨深いですね。僕たち同期なんで、同期 で仲も良くてずっと一緒だったんですよ。ジャニーさんからも「ユウたちは不良だね」みたいな、まあ、ダメだねみたいな、って言われてたのに、ジャニーさんがもう愛した帝国劇場に、まさかしかもドリームボーイズで立たせてもらうと思ってなかった。しかも2年連続だよ。はい、2年連続です。ねえ、ジュニなんかもね、もう役ともぴったりでね。僕だから9年前にチャンプの弟役やってたんで。そうだよね。はい、なんでそれでキャンプできたんで、びっくりしたんです。すごくないですか。チャンプの弟やってそのままチャンプになったんですよ。どっちもやってっかん。僕チャンプもやってるんですよ、5年ぐらい前に。あ、そうなの。はい。その時誰があれだったの。ユーマです。あ、ユーマとフーマでややこしいわって大鳥蘭さんに言われたの覚えてます。ややこしいね、名前で言わないといけないから。はい。え、あれさ、なし？なしです、なしです。マジ？はい。中丸くん怖くないですか？あれ。いや無理無理無理。下めっちゃ高いです。あのセリム下がってる。よくやってんね。下見たら本当に縮み上がって上がれないです。あれやってたらさ自然と筋肉つかない？つきますつきます。もうちょっとなしです。すごいね。どうすか来年。いや俺だって登板できない。一歩もいけない。いや
行きます一歩も行けないことは一歩も行けないと思う。いや、じゃあ久しぶりだな。久しぶりです。元気？まあ、ぼちぼちやらせていただきます。ぼちぼちやってる、はい、この話何回もしちゃうけどさ、もうちっちゃい時からのバーベキューの子供の印象が最初のバーベキューこんなんだよ。だからそれが俺の中に強くついちゃってるからさ、年齢的にもほらその将来何になりたいみたいなのがまだ芽生えてない頃から知ってるから、はい、芸能の世界をなんとなく知って俺もやってみたいなって思って、はい、でそっから全部知っちゃってるからさ、兄ちゃんみたいなもんじゃないですか。それは違う、いやでも感覚的にはそうかもしれない。そうっすよね、親戚のお兄ちゃんじゃないですか。そうそう、おじみたいな感じだから。そうっすよね、うん、その時は中丸くん逆にどういう感じだった？あれさ、上田の時だよね。そうです、上田の誕生日か何かで、はい、あれデビューしてなかったね、もちろん。はい、多分してないです。約20年前だね。約20年前。マジっすか。でもこの間中丸くん判決で飛び跳ねてたからしょうがないだろ、着なきゃいけないんだろ中丸くん判決で、あのウェットスーツ着れなくてこいしょうがない感想は聞きたいんですよ、僕ら。いやでもそれはそうっす、はい、いやいや、もう100点ですよ、もうちょっと偉そうに言いますと。偉そうっすね。うるさいな。よくできてますよ、だって。マジっすか。うん、ショーもテンポもいいし、はい、一個一個のシーンのメリハリも効いてるし、はい、もうこれ個人的なあれだけど、はい、ジュリア良かった、はい、口はね、はい、ちょっとダンスけたいや、俺マジダメなの、ダンス。いや、100点だよ、100点だよ。マジダメなんですよ。だけど、いや、俺これマジで苦手なんですよ。なんかすっともどっこい感がちょっとあれマジで苦手なんですよ。でもこいつひどいっすよ。稽古場来るたんびに全部忘れるんですよ。あ、来て覚えて1週間ぐらい稽古来ると全部忘れてるから、こいつの思い出しが2時間ぐらいなるほど、効率悪いね。そうなんです、めっちゃ悪かったっす。いや、俺でもめちゃくちゃあそこやったんすけどね、すっとこどんすっとこいたんすけど、あそこだけすっとこできないって言ってたよね。あれなんかかっこよくできないんですよ、なんか。まあ、パッと見わかんないけど。いやいや、俺わかりますもん。 なんか、あ、かっこよくないの。 これかっこよくないよく1ヶ月間やったな。ソロとか大丈夫でしたよね。ソロは大丈夫だ。あともう一個あれだ、あれエチュードのさ時間あるじゃん。あれ誰から何か言われないの？あれ何が怖いって誰からも何も言われないんですか？怖い。エチュード始まるとさ、はい、もうバラエティのノリになるじゃん。だから、あ、こいつの適性そっちだよなってなるわ。あ、やっぱ適性変えてみます。うん、俺も感じてます。やっぱすっとこどこいダンスの時よりしっくりきてる感じはありますもん、うん、でも今日中丸くん来てくれたんで、ちゃんと中丸くんも出演していただいて。いや、全然だった、全然受けてなかった。一人ぐらいしか受けてなかったよ。中丸くん自信持ってください。そうなの？あれ大受けです、あれ大受けです。本当？ならいいんだけどさ、明日から自信持ってください。俺はいいんだけど。で、そういう感想だよ。もっと早く来てほしかったです、僕は。それ聞きたかったです。だから今日終わるだもんね、これ。あ、まあ、だからどうしたらいいですかって。ダメ出し作業してもしょうがないもんね、俺ね。はい、マジでマジでいいことだけ言ってくれって言うそうだね。いや、でもよかった、本当に。最後、布飛ばしでおけちに履く最後、もう行かなきゃいけない。あ、本当だいや、よかった。でも、いや、ありがとうございます。なんかメッセージありますか？いや、ストーンズ全員言ってるんですけど、めっちゃコラボしたいです、マジで。そうなんだ。でも、はい、俺らはいいんですよね。俺ら、後輩 NG とか。あ、なんかそのあれは知ってるよ。山田君次第ですよね。正直山田君次第。じゃあもう俺入ります。じゃあ誰に？マリガ。もうそれ めんどくさくなってきちゃうから、いろいろうるさくなりますぞ締めとしては今のでいけちゃうよね。行きましたね。え、なんか台風の中来たお前じゃあどうじゃあコラボですね、ストーンズと。え、いつかでいいです。まあ、もうだからもう二宮君もね、もちろん頭の中にあるでしょうしね。二宮君はありますよ、ぜひ。あと山田君もね、ぜひ機会があればお願いします。もう時間ですか？じゃあぜひ行くか。行くかじゃねえ中森、行け33というわけで、ドリボの裏側でした。ありがとうございます。お越しいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、よかったね。やっぱ舞台っていいですね。本当に、なんか心をね、打たれましたよ。いい作品だった。旅サラダで、ちょっと行ってきます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。